久保さん。今回の良かったんじゃないですか。久保節ですね。久保節炸裂してるじゃないですか <laughs>。これね、あの、僕、あの、まあ、久保さんのおっしゃる通りで、すげえ、あの、100万確かに失ったわけなんですけど、すげえ学びがありましたね。で、学びがあって、最終的に今どういう考えにアップデートしたかっていうと、お金は貸すもんじゃねえ。あげるものだと。いう考え方になって、 あのー、実はですね、最近お金あげたんですよ。<laughs> また今度はお金あげようかなと思ってるんですけど。<laughs> 要は、結局、あのー、うん、貸すっていうことは、その、返してもらう。まあ、その、仮借対象表ではないですね。なんか、貸し借り。うん。まんな銀次郎みたいに貸して戻ってくるみたい。 要は、僕がその商売をしているんだったら、絶対回収しないといけない、あの飯食えないじゃないですか。ね、万田銀次郎が回収しなかったら飯食えないですよね。<laughs> でも僕はやっぱそれをやってるわけじゃないですよね。だつまり、それでび、銀行とかもそうじゃないですか。お金を貸して金利で取ってるとかね。それでビジネス回したりとかしてるわけですから、僕はでもそれをやってるわけではないので、 あのお金を貸すっていう行為自体がそもそも僕がやるべきことじゃないなっていうやるんだったらお金をあげるっていう <laughs> であとはあの金銭な問題ですよね例えばこの前の,その100万円の件に関しては僕もパツパツだったんですよねで自分もパツパツだったから貸すのに躊躇したしすごい2時間3時間話しましたし本当にこれ返ってこなかったらマジでやばいんでっていうことを念を押して話したっていうのがあったんですよ でもこれが1円だったらどうなのかって話で多分なそうなんないんですよ。なんでそういう風な感情になったのか。それは自分の余剰資金ですよね。余剰資金許容リスク以上だったっていうね。久保さんの今回の動画でも許容リスクみたいなのありましたけど、それを抜いてって明らかにその自分のリスクのが大きすぎたっていう。これが1円だったら全くないわけですよね。 だこれもう結局その、前沢社長のやっぱ見て僕は思ったんですけど、あの、あ、やっぱここだなと思って、あの、前沢社長はなんでお金配るんですかみたいな。R25 のインタビューですね。僕結構これね、電流走ったんですけど、はあ、みたいなね。なんで前沢社長ってお金配ってんですかみたいな。で、前沢社長がね、平然と言うわけですよ。え、なんでみんな困ってるのにお金配んないんですかみたいな。 みんなお金に困ってんだから配ればいいじゃないですか。みたいなね。もうマジであお金を配る当たり前みたいな。なんかそれが、もちろんお金があるという前提はあるとは思うんですけど、なんかそうは僕は受け取れなかったんですね。あ、この人すごいな、みたいな。なんかもう当たり前じゃない、みたいな。なんかそういう僕は受け取り方をしたんですよ。でも大抵の人多分お金があるから、 配れんだろっていう捉え方をする人多いかもしれないですけど、なんか僕はちょっと、まあ、前提はあるかもしれない、あります、もちろんあるんだけど、なんかそう捉えられなかった部分があって、で、しかも直近で、もう海外の YouTuber で成功した人のインタビューを見たんですよ。で、その人は直近でもうアップロード1000万回、2000万回、1000万回、2000万回、3000万回とか、もう何千万回をずっとコンスタントに上げてるような人で、 でも、あの、そ成功するまで結構何年もかかってるんですよ。で、えトータル何億だったかな。なんかまあ、何億再生させてるわけなんですよ。で、それでまあ、成功したインタビューみたいなね、してて、それを見たんですけど、で、その人が成功した一つの企画としては、お金を配ることをやってるんですよ。ホームレスにあのお金を配るみたいな。まあ、それ、まあ、ヒカル君とかも多分今やってるんですけどね。海外で流行ったとか降りてきてるやつもあるんですけど、その、 めっちゃ配ってるんですよ。で、その人が言ってたのが、面白いなと思ったのが、別にそのお金があるから配ってるわけじゃなくて、お金がない時から僕配ってたんですよって言ってて、あ、すげえな、みたいな。うん、だから要は、出、入ったものを全部出してた。だから、その、機材とかも最初、なんだうん、カメラもなくて、何もなくて。で、パソコンのインカメで撮ってたらしいんですよ。 で、なんか視聴者の方から、ちょっと画質悪いとかね、いろいろ言われたりとかしてたらしいんですけど、でも稼いだら、それを全部い、入ってきたら全部投資に回す。で、その機材を買ったりとか。で、今度入ってきた分を、じゃ機材揃いました。じゃあ今度入ってきた分を今度、えお金をこう、あげるっていう。で、これもあげるっていうのも結局、自分の投資というか,おか、あまあ、動画の企画として、あの、残るんで、なんから入ってきたら出す。 で、その企画としてやって、これ、結局これがバズって、で、またお金が入ってきて、で、またお金を入れてきて、また出す。で、その企画として出して、その動画がバズって広告書にバーン行く。で、そのお金をまた出して、<laughs> っていうこと、この、この、もう入れて出す、入れて出すをもうずーっと繰り返してきた結果、時間はかかったけど、今があります、みたいな話をしてて、ああ、面白いな、みたいな。うん。 だから僕が学んだのはやっぱ貸すんじゃなくてお金はやっぱ上げる立ち位置にならないといけないなと思っていてだからその僕が最近その5億っていうところで思ってるのが余剰資金2億作ってこの2億をどう使っていくのかっていうところでまあ一つの企画としては1億円をばらまくっていう僕企画をもう考えてるんですよね1億円ばらまくみたいなでももう完全イメージしてるんですからこれもパクリなんですけど与沢さんは1億稼ぎましたみたいな感じでこう 一億のサスタファーを出して、スーツ着てこう、一億稼ぎました、みたいな。なんかね、秒速置く、みたいなね。僕はそれを完全パクって、これあげます、みたいな <laughs>。あの、完全あの写真、完全あの写真をね、リスペクトしてパクって、一億僕あげます、みたいな <laughs>。これやりたいな、っていう。っていうのをちょっと目指してますけどね。うん。なんか、 まあ学びが非常に多かったかなと思いますね。だから。だからその,その経験からいろんなまた情報が入ってきたりとかして、なんかどん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 アップデート研ぎ澄まされていって、お金は貸すもんじゃなくてあげるものっていう,うん。で、これもバリ、バリの兄さんかな。結構有名な話なんですけど、バリの兄さんもなんで大富豪になったかっていうと、あの、お金を貸しまくってたんですよね。だけど、あの、多分バリの兄さん、そんなに詳しくないですけど、 貸すというよりかはも、上げる領域だったと思うんですよ、おそらく。うん。多分ずっと貸してて、でも戻ってこないけど、でも貸すみたいな。でも多分ね、なんで貸せたのかっていうと、多分貸してるんじゃなくて困ってるから単純に上げてたというかね。多分ベースそこなんじゃないかなと思うんですよね。多分貸して、また戻ってこない。貸して、ふざけんな、また戻ってこない。貸して、ふざけんな、また戻ってこない。 っていうマインドセットっていうかそういう考え方マインドであるならば多分ね何人も貸せないと思うんですよ多分どっかの根本的な部分はさっきの前澤社長みたいなところで困ってる人がいるから単純にお金を渡したっていううんだから見返りを求めない金配りみたいな感じですよね見返りを求めない義務みたいなだから無償の愛みたいなねうんななんだからそ,その だからマーケティングとして金を配るじゃなくて根本が無償の愛みたいなその無償の愛でそれができるんであるならば多分なんかすごいことになるんじゃないかなと思いますねそのお金配りっていうのがうーんまあちょっとね深いというかまあちょっとここにここの考えに一般の人が行き着くか分かんないですけどまあ最近ちょっとアップデートしましたねうーん 最近お金配りたいなと思いますからね。うん。だから、だからお金配るためにやっぱ頑張らないといけないなっていう。そう。なんかすげえ変わりましたね。うん。だ貸すのはやめようと思う。だから貸すことはやめよう。あげ、もうあげると、みたいな。<laughs> まあ、もうあげるいいよ、みたいな。ぐらい言える、やっぱ、経済力。 ある程度のお金の余剰資金を持っておくっていうところで頑張んないといけないし、今の段階も、まあ借金もね、もうある程度か僕は返した、返済したんで、まあ、ほんのちょっとですよ。ほんのちょっとですけど、なんか精神的にゆとりもあるので、だからちょっとぐらいだったらまあ、上げることもできるんですよ。ちょっとぐらいですよ。数万円とかですけど。<laughs> うん、その100万円はまだ無理ですけどね。100万円あげるのはちょっと、ちょっと <laughs> 無理ですけど、数万円ぐらいだったらね、 あの、別にあげられるんで。な、本当に困ってたら、もういいよ、つって。あげ、あの、この前あげましたけど。うん。あまあ、そんな感じで変わってきましたね。うん。やっぱね、結構、あの、前澤社長の僕はあの、なんすかね、あの言葉にちょっと震えましたね。なんで困んないんですか、金みたいな。 だから、久保さんマスク配ってたじゃないですか。え、なんで困ってるの、マスク配んないのみたいな話ですよね、多分ね、久保さん。まあ、マーケティング企画としても使えるっちゃ使えるんですけど。うん、まあ、そんな感じですよね。マスクに困ってるんだったらマスク配ればいいじゃんって。でも、あの、マスクを配れる経済力というかね、別にそのマスクぐらい買えるよ、みたいな話で。うん。だから、多分、それがあると、他の人ほとんどないので、 強いですね、うん、強いと思います。そのマインドセットというか考え方はあると。うーん。あ前座社長強いですね。うん。そうまあ、僕はもう前はちょっと表面的に見てたんですよ。そ,その前座社長のその言葉を聞く前までは。 あもうなんか、ゾゾタウンなんかね、買収して金振でて、あま、金余ってるからなんか面白いことでなんかやってんのかな、みたいな。まあそういうなんか表面的な感じで僕は思ってたんですけど、まあそのなんか、スラッとね、もう一秒たりでも考えてないんですよ。で、いや、なんで配んないんですかみたいな。<laughs> そのインタビューに対して即答なんですよね。なんで困ってるのに配んないのみたいな。困ってんのはら配ればええやん、みたいな。 このね、パラドックス、パラドックスじゃないですけど、ちょっと痺れましたね。ほう、みたいな。<laughs> うん、だから僕なんかは、その会社をもう大きくするとか、重要、だって考えてほしいんですけど、今の考え方も、普通に会社経営したら、従業員にお金配ってるようなもんですからね。 これはまあ、あの、従業員を雇ったことがないと分かんないですけど、最初のじゃあ新入社員とかも何も右も左も分かんないわけですよ。それでも固定金払うってことはお金配ってるようなもんなんで、じゃこれ、従業員僕雇わないんで、従業員にお金配るよりかは、じゃあ一般の人に配った方がよくないみたいな <laughs>。そう。まあそうそんな、だまあ、そんな感じですね。うん、従業員雇わない分、じゃあそのお金を、 違うとこでも、あの、配ればいいかなっていう。どっちにしろ経営者は従業員にお金配らないといけないんで、固定給必要ですからね。<laughs> 僕それやらないって決めてるんで、まあその分の余力分を、まあ、配っていくっていう。まあそういう考え方ですね。うん。だからそのためにも、まあ頑張る、頑張んないといけないなと思いますし。うん。だからまあ、 日々やってることも一緒ですけどね。フリーコンテンツもそうなんですけど、ネットビジネスって、これも共通する部分、お金配りのところと共通する部分があるんですけど、その見返りを求めないフリーコンテンツなんですよ。これね、あのー、見返り求めてたらできないんですよ。こんだけ、だからこれ熟成さんからもお問い合わせあったんですけど、こんなにフリーコンテンツ作ってるのに買ってくれないっていう。なんで俺こんなに提供してるのに買ってくれないのみたいな。 うん、それ思っちゃうとできなくなっちゃうんですよ。その、フリーを配るの当たり前みたいなね。いや、ネットビジネスがフリーコンテンツを作るの当たり前、提供するの当たり前、ギブするの当たり前。っていう、多分もっと上のフレーズですね。お金配り当たり前みたいな。<laughs> なんか、多分もっと上の、だとそうなんですけど。だから、ネットビジネスで言うならば、フリーコンテンツを作って当たり前みたいな。そこに対して見返りとかどうでもよくて、 どうでもいいわけではないですよ。ビジネスでやってるんでどうでもよくはないけども、なんだろうな。それを思ってると多分前に進みづらいんですよ。だから売れなかったらもう全くできないじゃないですか。振り込んで作れないですよね。振り込んで作れなかったら集客できないし、信頼作れないしって話で。うん。だから無償の愛ですかね。うん。無償の愛の極致、形を変えた無償の愛なんじゃないかなと思いますけどね。はい。いってらっしゃい。